皆さんおはようございます、えー、と東国原秀夫です、えー、ご存知の方も多いと思いますけども、えー、現在私はあのコロナの陽性と診断されまして自宅療養中です、えー、今日は、えー、26日水曜日の朝8時 三十分ぐらいです、えー。熱はですね、今朝の熱はこれです。こうんこか、三十六度六分です、えー。これは昨日就寝前にロキソニウンを服用して就寝したので、まあこれぐらい下がっているのかなと思います。 ただあのー、昨日もだいたい37度前後でした今日は、えー、それ以下に、えー、下がってるかなという感じがしますただですね喉が痛いえっ、ー、と24日に発症して喉とかそんな痛くなったんですけど夕べぐらいから 喉の痛みがですね、ひどくてですね、あちょっと、応じをしてます。えー、他に、咳とか、鼻水とかあ、頭痛とか下痢はありません。えー、熱も、今はこういう状況で、平、まあ、熱に近いかなという感じです。えー、本当に今回ですね、えー 感染対策は万全にしてきたつもりだったんですけども、えー、こういうふうに陽性,をです、ねえー、陽性の診断をあ陽性の診断がされまして本当に、えー、県民の皆様そしてまた関係閣議の方そしてスタッフの皆さんですねご心配ご迷惑をおかけしているところであります、えー、心からあーお詫びを申し上げたいと思っておりますいやーしかし、まあ、コロナ の陽性、自宅療養っていうのは、いやー、ちょっとしんどいですね。まあ、体調は、まあ、えー、軽度なのかもしれんですけども、まあ、これまであの、2年10ヶ月ぐらいですかね、えー、コロナがまあ、流行り出して2020年の1月2月ぐらいですもんね、そこから2年10ヶ月ぐらい、えー、多くの方たちのですね、コロナ陽性を、 見てままいりましたけどもやっぱり体感すると実感するとああやっぱり、えー、コロナというのはしんどいなという感じがしますね。まあ、これで高熱で39度40度だとか1週間も2週間もですね入院してたとかいう方たちのですねまあご苦労っていうか、えー、しんどかっただろうなとですね、あのー、思いをはせるところであります。でえーちょっとあの 経緯を説明しますとですね、あの、23日日曜日の夜11時か12時ぐらいに、就寝前にですね、ちょっと37度あったんですよ。私はもう毎日、検慶がするんですけども、37度あって、んと思ったんですけど、まあ37度ぐらいぐらいまで何回かあったので、まあまあいいかなと、お、思ってそのまま寝たんですね。そしたら、朝の5時ぐらいですかね、えー、なんかね、 高熱にうなされる夢を見たんですよ。で、その夢で起きて、そで、そしたら体がほてってですね、熱っぽかったんですよ。で、慌ててですね、体温を測ったら、38度一部ありました。はあんであ、これまさか、とね、嫌な予感しましてですね。で、それで、えー、まあ慌てて、検、え、温、ー、したら、ま三、あ、38度一部で、えー 薬局が空いてなかったもんですから朝9時まで待ってですねでスタッフの方にあの抗原検査キットをですね買っていただいて買ってきていただいてですねそれであの検査したらもう手元では陽性反応が出ましたとういうことでしたうんでこれはいかんなということであの私はのこっちに主治医がいないもんですからまだ。 で受診相談センターにです、ね、電話をしてで、住所の近くのです、ねえー、クリニック、医療機関、病院をです、ねあのー、紹介していただいてそこに先行電話をして、えー、受診させていただきました。で、PCR 検査をして夕方5時ぐらいにです、ねあのー、検査結果が分かって陽性だということが判明しました。 さあ、そっから、うわどうしようかなと。まあ、スケジュールはキャンセルせんない内監視ですね。えー、政治活動はあ、一旦休止と。で、自宅療養だと。お、いうことでですね。あのー、そういう指示を受けましてですね。で、24日、25、26と。 今日でで目になりますすかねね、はい、これがです、ね、ちょっとですね私はねこれまで自撮りの動画というのはしたことがないもんですからちょっと方法が分からんでですねで一応ですねスタンドっていうのはあったんですよあ一回リモートでですねあの福岡の RKB さんの番組に出た時に使ったそのスタンドがあったんですがなんとですねこの えっと、棒、棒はあるんですけど、このついたてのですね、土台になる部分のこの真ん中の穴に入れて固定しなきゃいけない、このネジがですね、その、パー,ーツがですね、どこに行ったかわからないんですよね。ですから僕ね、これ、この支える棒をですね、手持ちでですね、えー、ですから画面がちょっと動いてると思うんですけども、えー、ということで、えー、今日はですね、えー、コロナ、 ああ、二日目ということで、えー、髪の毛も逆立っている今日ですと。あ一つ皆さんにちょっとアンケート調査があるんですけども、あの、台湾系のアクり方ですよ。で、僕は、下で測るんですね、下の。かここ,はこうやって測るんですけど、まあ横で。で、脇の下じゃないんですよね。 どっちが正しいのかと。専門の方々、あるいは説明書を読んでも、まあ、両方ありますよということなんですけども、どっちが正確なのかなと。どうもね、私ね、脇の下はですね、こ動いたり、服がちょっとですね、あのー、邪魔になって、ちょっと空間が空いたりですね。そういうことが心配で、えー、2020年1月2月ぐらいですね、 えー、コロナがです、ねあのーまあ、世界中に広がり始めた頃にはあの両方脇の下と下の下下で測ってたんですけどもまあちょっと脇の下がですね不正確じゃないかなと自分的に判断しましてそれで下でずっと取るようにしてるんですけどもどっち正ししいんでしょうかねちょっと私はもう,もうこの1年半ぐらいずっと下だけにしてるんですけども。 それは、まあ、36度6分なんですけども。まあ、今後ま、どうなるか、えー、っとですね、あのー、順次ですね、えー、レポートをしていきたいと思っています。えー、コロナ化でのですね、コロナ化じゃですね、コロナ陽性化の中で、えー、コロナ陽性状態の中で,ですね、えー、一人で、えー、部屋で自宅療養というのをですね、 えー、そういう状況をレポートしていきたいと思っています。食欲はおかげさまである方だと思います。処方された薬も飲ませていただいております。ただね、あの、65歳になると、急変ですね。容体が急変する可能性がある。でこれを注意せないかなと。まあ今、今、えー、ロキソニン等々のおかげで体温は低下傾向。あるいは喉は痛いですけども、他の症状はない。 咳だだだとととかかか鼻水だとか頭痛だとかギリッドの症状はないしかしどこでどうなるかわからんというのが今回のオミクロンですからね感染対策は万全にしていたんですけれども本当にどこでどうやって感染したのかわからんというのがオミクロンの特徴というか常識になっているみたいですので、えー、皆さんですねもう感染対策は万全にしていただいて。 えー、それで、まあ、感染してもですね気落ちしないように前向きにですね対応していく対処していくっていうのが重要なんじゃないかなと思います。えー、僕もですね、まあ、ブログにも書きましたけど今回ですね「ちょっと休めよう」と「一旦休め」と。うんでこれまでできなかったこと事務ワークですね。 例えばこういう,う自分で自撮りの YouTube の撮影だとか、あるいは制作集のブラッシュアップとかですね、あるいはこれまたたまっていた資料を読み,読み込むとかですね、そういったものをさせていただこうかなと思っております。まあ、いい休憩だった、いい休養だったと、そういうふうに前向きに考えることが、またあこのコロナ 私のコロナ病気のためにもなるんじゃないか、回復のためにもなるんじゃないか。病気は気からとも申し訳ないすけども、気をまあ、気情と言いますか、えー、気を強くですね、前向きにポジティブに希望を持ってですね、えー、行きたいなと思っております、えー。今日のレポートはね、とりあえず試し的に試験的にやってみました。以上であります。えー、ご視聴ありがとうございました、えー。チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。